閉会式へと移らせていただきます。ファイナル進出チーム10チームの代表者2名にはステージ上にお越しいただきました。それではまずはですね、ファイナル審査の結果を発表させていただきます。まず第6位、そして5位、4位まで発表しまして、その後大賞第1位、準大賞第2位、そして第3位の順番で発表してまいります。それでは早速第6位から発表させていただきます。第20回黒潮よさこい祭り第6位、千葉日報社賞は、続きまして第20回黒潮よさこい祭り第5位、銚子商工会議所回答賞は、黒潮よさこい祭り第4位、銚子市観光協会会長賞は、和田地の皆さんです。ここからは大賞第1位、準大賞第2位、第3位の順番で発表してまいります。発表の方法ですが、受賞チームの演舞曲が流れることとなっています。それでは参りましょう。第20回黒潮よさこい祭り大賞第1位、黒潮よさこい大賞千葉県知事賞、演舞曲はこの曲です。黒潮よさこい祭り準大賞銚子市長賞、演舞曲はこの曲です。黒潮よさこい祭り第3位、千葉県観光物産協会会長賞、演舞曲はこの曲です。
7位から10位の優秀賞、そして関東賞受賞チームは賞状と副賞を本部にてご用意させていただきました。本部にてお受け取りいただきますようよろしくお願いいたします。この後賞状の授与に移りますが、その前に本日ご協賛をいただきました企業をご紹介させていただきます。小倉醤油株式会社様より天然醸造醤油五郎左衛門、金谷食品様よりカップラーメン、銚子電気鉄道株式会社様より濡れせんべい詰め合わせ、東京ラスク様よりラスク詰め合わせ、ひげた醤油様より江戸造り醤油現場蔵と本膳ボトル醤油、丸子のり店様より星のり、以上となっております。ご協力いただき誠にありがとうございます。それでは早速ですが賞状の授与に移ってまいります。まずは第6位千葉日報社賞カラスの皆さん、代表者の方前へお願いいたします。プレゼンターは岩井会長です。賞状千葉日報社賞カラス様、P チームは本社の講演による第20回プロ賞よさこい祭りにおいて本社の成績を収めました。ここにその栄誉を称します。令和5年11月26日株式会社千葉日報社代表取締役中本博之、おめでとうございます。です。カラスの皆さんおめでとうございます。続きまして第5位銚子商工会議所会頭賞聖夜の皆さんです。前へお願いいたします。プレゼンターは銚子商工会議所副会頭野口光雄様、よろしくお願いいたします。賞状銚子市観光協会会長賞和田地様、キッチンは第20回プロ賞よさこい祭りにおいて渾身の演舞により多くの人たちに感動を届けました。今後のさらなる活躍を期待してその栄誉をたたえこれを称します。令和5年11月26日一般社団法人銚子市観光協会会長赤坂、おめでとうございます。ありがとうございました。
皆さん、改めておめでとうございます。続きまして第3位、千葉県観光物産協会会長賞、カブトの皆さんです。プレゼンターは千葉県議会議員宮川太様、お願いいたします。賞状、千葉県観光物産協会会長賞、カブト様。キーチームは第20回黒潮よさこい祭りにおいて渾身の演舞により多くの人たちに感動を届けました。今後のさらなる活躍を期待して、その栄誉をたたえご了承します。令和5年11月26日公益社団法人千葉県観光物産協会会長、飯沼喜一郎代読。諸城黒潮よさこい準大賞、浅香鳴子雄和会様。 T チームは第20回黒潮よさこい祭において渾身の演舞により多くの人たちに感動を届けました。今後のさらなる活躍を期待して、この栄誉を与え、ご苦労を称します。令和5年11月26日銚子市長、星川新一大丈夫です。おめでとうございます。賞状黒潮よさこい大賞、レダ舞神楽様。あなた方は第20回黒潮よさこい祭りにおいて全身全霊の思いを込めた演舞で多くの人たちの心を動かし感動を届けました。さらなる活躍を期待して、その栄誉をたたえご了承します。令和5年11月26日千葉県知事熊谷俊人代読です。おめでとうございます。AGO 代表井上昇様よりファイナルステージの総評をお願いいたします。はい、僭越ながらステージ上から失礼いたします。審査員を務めさせていただきました、井上と申します。まずは、舞台上の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。
総評と難しいんですけれども、審査員としてファイナルを見させていただいた感想を2つ、お伝えさせていただきたいと思います。まず1つですね、審査の基準がですね、大上段にエンターテインメント性というふうに書いてございました。つまりですね、エンターテイン、いかにこう見てくださる方、そして仲間たち、スタッフさんも含めて、このよさこいで楽しんでいただけるか、それがいかに斬新であるか、未来を見せるか、そういったことをこの黒潮よさこいは歌っていると、審査シートに書いてありました。少なくともこの舞台上に残っていらっしゃるチームの皆さんはそれぞれの形でそのエンターテインを精一杯発揮されていたと思いました。そうなってくると審査員はもう好みの世界になってきます。何がいいとか悪いとかそういうものではありません。全てのチームさんが素晴らしかった、それぞれの方向性で未来を示していらっしゃったと私は感じました。本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。一方で2つ目を申し上げます。どのチームも共通していたことです。10チームともがですね、私もこの2月まで自分のチームを持っておりまして、踊り子を育てておりました。そこで一番苦労したことは何か、これはですね、踊りの形とか技とかを教えるのは簡単なんです。ただ教えることが非常に難しいことが一つあります。何かわかります？情熱なんですよ。パッション、踊り子の気持ち、これが非常に難しいです。で、それがないとどんなに形を教えるのが簡単でも振り付けを教えることができても踊りって揃わないし感動なんか全然届かないですよね。ただ今日ここに残っていらっしゃるファイナリスト10チームの皆さんは全てその踊り心、パッションを感じることができました。どこで感じたかというと、舞台が雨で滑って転んでしまう踊り子がいても、その一瞬でもこのチームの一体感というのは一切ぶれることがなく、最後までそのお客さんに一丸となったパッションを届けきることができたと、そのように私はその遠い審査員席から見ていて思いました。踊り心を持ったエンターテイナーの10チームがこのファイナリストの皆さんだったと審査員席から見ていて感じました。どうかですね、この感動、情熱をですね、伝え続けることを忘れずにこれからも頑張っていただきたいと思いますし、何よりもこの寒い中で最後までその情熱を受け取って、そして客席から返してくださった、お客様、皆様のおかげできっとこの黒潮よさこい祭りは今日千葉で一番暑い場所だったと思います。本当に素晴らしいお祭りでした。スタッフの皆さん、お客様、そしてチームの皆さん、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。改めまして大賞に選ばれましたレダ・マイカグラの皆さん、改めておめでとうございます。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。それではこれより大賞演舞へと移ってまいります。